はい、こんにちは。こんにちは。カメラ順です。今日は。はい。今日はですね、ゆいちゃんの大人気レッスン動画でございます。イエー。最近登場していただいているマリンちゃんにですね、はい、ちょっとゆいちゃんのレッスンを何個か受けてもらえたらなと思って、今日はこのお二人で撮影していただきたいと思います。また、はい、お願いします。マリンちゃん、最近何に悩んでますか？一番悩んでるのがやっぱりスライスが出ちゃうこと、うんうん、今一番悩んでます。みんな結構一回はぶち当たる感じですね。そうですね、スライス、はい。今日はまずはちょっとマリーちゃんがどうやって打ったらスライス治るかっていうのと、さらにシャンク、そうですね、なんかスライスを意識するがあまりにシャンク打たれちゃったりもするので、そこも同時に直していけたらいいですなって思います。わかりました。じゃあまずはスライス直そう。はい、お願いします。お願いします。はい、はい、ちょっとやっちゃいます。何球か続けてやってもらって。緊張してますか？体全然回ってないですね。大変。うん、確かにネックに。どうしよう。大丈夫。もうちょっとゆっくりゆっくり振って下ろすとき、ゆっくり。ゆっくり。うん。スライス軌道ですか？まずスライスを直すのがそうですけど、アドレスの時点でちょっと体のケアがすごい近くなってる状態で、そう、こういう構えになってて、体のケアがすごい近くなってる状態で、ボール打つ時にアドレスの時の手元よりも離れてしまったり、そもそもボールに当たらなくなるので、そのままアドレス取ったこの位置に重くなる。ここが近すぎると、こうやって詰まったりとかしてしまって、楽したりとか、すごいいろんなミスが起こるので、できるだけ、ちょっと少し近すぎる、そうそう、はい、その自分の重さが大体拳1個ぐらいの話です。これぐらいは来ますね。左肘を
で正しく。わかりました。じゃあ、手のここまで来たら、上げていきます。そうね。はい、ここまで、腰まで上がってて、はい、そこから普通に上げていきます。わかりました。はい、やってみます。なるほどね。それでもう一回何球かってみてもらって、はい、これはちょっと半シャンクリーン、うんうんうん、1球打ってみましょうか。完璧にね、直すのは多分今すぐはすごい難しいと思うんですけど、まとめます。大体ちょっとこう、うん、体感的にこうかなっていうのが、うん、そうですね、落とすかもう一回打ってみて、うん、ナイスショー。
はい、ナイスです。はい、じゃあスライスを直すというかポイントとしては、まあ、ゆいちゃんみたいに誰かに横に立ってもらって、バックスイング、後ろにそう引きすぎないでテイクバックすることと、なんだ、まあフェース、うん、手首の使い方がこうならないの、まっすぐ引く、あと、あとはもう大事の時に、うん、そう、ほんとちょっとだけで大丈夫、ちょっとだけこう下に向けて振っていくと、この3つのポイントです。はい、皆さんもぜひやってみてください。まりちゃんどうでしたか？そうですね、なんか今まで意識したことないポイントだったので、なんかこれからアウトサイドイン軌道を直して綺麗なフェイトが出るようなこの3つのポイントを意識して練習しようと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。